そのクマ、前回よりもひどくなってるみたいだけど、大丈夫かい？河辺先輩、ご心配ありがとうございます。ここ数日ちょっと眠れなくて、寝なきゃダメって自分を催促しても、頭の中には試合のことばっかり浮かんできちゃって、気がついたら朝になってました。わかるよ。設計図に苦しめられている時の僕もそんな感じだ。河辺先輩はそういう時何かいい解決法がありますか？正直ないね。というか、物事の大半にはすぐ効くような解決法なんかないんだ。ただ我慢し続ける、それか終わるまで何とか持ちこたえるしかない。病気みたいなものかな。症状に合った薬を出せない時もあるから、そんな時は自然に治るまで待つしかない。何に悩んでいるのかは知らないけど、あなたは強い焦燥感とプレッシャーに苛まれてるように感じる。でももうすぐ試合が始まるよ。元気出して。はい、試合お互い頑張りましょうね。全員集まったようだな。これから第2ラウンドの試合内容を発表する。このアール村付近のエリアに地脈干渉器を3台埋めた。この機械は地脈の乱れをシミュレートできるもので、常にエリア一帯の環境に干渉する。君たちの目標はそれを停止させることだ。最初に試合目標を達成できた3人は、機械を止めるのが早かった順にそれぞれ4ポイント、3ポイント、2ポイントを獲得できる。強調しておきたいのは、一人が持っていける水と食料の量は決まっているということだ。また試合エリアから離れた場合、本ラウンドを棄権したとみなされる。後輩どうじゃ、今回も協力せぬか。前のラウンドでの働きに免じて先に点数を取らせてやってもよいぞ。先輩、今回は必要ありません。この辺りには何度も来たことがあるし、機械は僕の得意分野ですから。地脈干渉器を見つけるなんて僕にとっては造作もない。よかろ、若者が自信を持つのは良いことじゃ。わしもここいらには詳しいからな。どちらが先に機械を見つけられるか見ものじゃな。じゃがわしら以外にも有力な優勝候補が一人いる。気をつけんと。有力な優勝候補、誰だ？ほれ、見えるじゃろ、ティナリのやつじゃよ。前回はやつが1位を取ったじゃろ。もし今回もまたやつが最初に機械を止めるなどということがあれば、もう学院トーナメントは終了宣言を出してもいいくらいじゃろ。お前たちは少し前にアビディアの森の地脈漏出問題を解決したと聞いておる。今回も機械が模擬した地脈の乱れなんじゃ。やつにとっては慣れたもんじゃろ。そうだな、そう言われてみると確かにティナリの優勝する可能性は高そうだぞ。あいつにはもうコレイのような良き弟子がいるのじゃ。その上優勝まで取られたら後輩ばかりがいいとこ取りではないか。先輩としてこのような不公平な状況は止めねばならん。わしは先に行くぞ。僕も行くよ。じゃあまた。またね。平気か？今はまだ平気。まあやってみるしかないね。おお、setz in die Hitze der Wüste vielleicht zu。水、これだけなの？ごめんなさい、試合のルールなの。このラウンド機械を止めるスピードを競い合わせるように見せかけて、実は劣悪な環境での生存能力も見てるんだ。やっぱり私が予想してたのよりはるかに難しい。即戦即決で機械を見つけるか、体力を温存してチャンスを待つしかないか。わかった、私も砂漠に行ってくるよ。ありがとう。うんうん、安全に気をつけてね。よし、
みんなもう出発したな。今回はまず誰のところに行こうかな。そうだ、ファルザンのやつ、ティナリが今回の優勝候補だって言ってたよな。まずはティナリを探しに行こうぜ。Das Sandmeer flutet und ebbt. Na, dann gucken wir mal zuerst bei Tainari vorbei. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er diese Runde wahrscheinlich nicht so gut machen wird, weil... weil das doch schon ein starker Kontrast zu dem Gebiet ist, wo er hauptsächlich unterwegs ist, ne? Sprich dem Wald von Tsumaru und hier die Wüste. Ist dann doch schon ein bisschen anders. Und das Saino ist ja in der Nähe. Wenn ich den direkt an... Ach, guck mal, den quatschen wir auch mal an. Wenn der da oben steht. Vielleicht können wir den ja... Vielleicht hat er was zu sagen. Ah ja, hat er. 今日の日差しは一段と強いな。眩しすぎる。ティナリのやつ、なんともないといいんだが。何の問題もないなんて可能性はなさそうだな。様子を見に行っておかないと。sag ich doch。Der kann wahrscheinlich die Hitze nicht ab. Oh, jetzt würde mich aber auch Scaramouche interessieren, ne? Wenn der auch hier in der Nähe ist, gucke ich bei dem auch nochmal kurz vorbei. Wobei, der wird wahrscheinlich ganz unten sein. Da hinten steht er. Dann fragen wir den auch nochmal kurz, was er zu sagen hat, oder dann gehen wir gleich zu Tainari.前のよりも面倒くさそうだね。ま、焦る必要もない。座れる場所でも探して、彼らがあがいてるところを眺めようかな。Okay, der hat jetzt nicht so viel zu sagen. ist nach wie vor am Beobachten. Da drüben ist was. Ach, da hockt er. Und da. Ore? Also, Kyo schnappte Naika? Hayak, das geht nicht, Kose. Tinari, da ist auch Boka. Ah. Atsui. Atsa no Seika. Muss ich das? Tinari war Sabaku de Ugokuno ni Narete Nainoka? So, Nanda.いつもなら砂漠に来るときはこういう状況を避けるために水を大量に用意するんだけど、今回の水はすぐに飲み切っちゃった上に血脈の乱れのせいで頭がクラクラし始めて、そういえば実は僕の祖先のワルカシュナは砂漠から来た種族なんだよ。でも種族の移動というのは往々にして元いた環境への適応能力を失わせてしまう。今はそんなことを言ってる場合かよ。早く水を探さないと。人というのは本当に脆くて弱いね。血肉でできた体は外の環境の急激な変化にも対応できないんだから。なぬ、was bringt dich denn hierher? ほら、彼に飲ませなよ。Er scheint ja auszuhelfen, so richtig, ne? Ich meine, okay, jetzt dadurch, dass er ihm wahrscheinlich Wasser gegeben hat, ist Tainari eigentlich disqualifiziert, weil er mehr Wasser bekommen oder zu sich genommen hat, als er durch die Vorräte eigentlich haben darf. Aber auf der anderen Seite hilft er ihm ja trotzdem irgendwie, ne? Und ich meine, Tainari hat es in dem Zustand wahrscheinlich sowieso nicht durchgeschafft.Ja, irgendwie hilft er, ne? Auf seine ganz eigene Art und Weise. Zwar eine sehr komische Art und Weise, aber das ist halt Scaramouche. Also von daher, was will man da anderes erwarten? Aber ja, es scheint wirklich normales Wasser zu sein. Aber
今はティナリに水をやらないと。Tainari wird nach dem Trinken ein bisschen klarer. ありがとう。ちょっとマシになった気がする。助けたのはオイラたちだけじゃないぞ。実はさっき。やっと見つけた。セノ、お前も来たのか。少し心配だったから来てみたんだ。まだ続けられそうか。尻尾の毛がもうパサパサ。これ以上無理して続ける必要もないかな。やっぱりこのラウンドには向いてなかったみたいだ。それなら R 村に戻って早めに休んだ方がいい。え、ティナリは棄権するつもりなのか。うん、第一ラウンドの点数があるからね。第二ラウンドで全く収穫がなくても次のラウンドで逆転できるチャンスはまだある。今諦めれば次のラウンドのために体力を温存できるしね。このまま続けても意味ないよ。よ、das macht auf jeden Fall mehr Sinn。賢明だ。俺たちが送ってやる。いいよ、一人で戻れるから。気にするなって。オイラたちに遠慮はなしだぞ。行くぞ、R 村へ出発だ。Ich vermute mal, dass diese Runde Sino gewinnen wird. Und auf 2 oder nee, auf 3 könnte ich mir Farusan vorstellen. Oh, wobei, Layla scheint. Ah nee, Layla ist noch nie im Dorf zurück. Zu der müssen wir jetzt noch gerade. Ich könnte mir vorstellen, Sino gewinnt. Farusan wird dritte und zweite. Kabel vielleicht? Oder Kabel gewinnt und Sino wird zweiter. Oder irgendwie so, auf jeden Fall, dass Farusan und Kabel wieder gleich auf sind. Könnte ich mir denken. Oh, ich muss nach unten. Nach unten müssen wir. Ich glaube nicht, dass Garamouche irgendwie großartig mit Ernst an der Sache dabei ist und sonderlich auf Punkte aus ist. Oder es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt Layla auch mit einsammeln. Tinari, mada taichou ga warui no ka? Mou sukoshi yasunde iku ka? Chōdo hikage ga aru. Sukoshi yasumeru na. Kimi tachi no yū tōri ni suru yo. Weil Layla wird wahrscheinlich auch Probleme haben. セノ先輩、ティナリ先輩、それに旅人とパイモン、レイラもここにいたのか。うん、日差しが強すぎるからここでしばらく隠れてるの。もしかして先輩たちはもうすでに試合の目標をクリアしたんですか。そんなに僕はすごくないよ。棄権するつもりでセノと旅人にR 村まで送ってもらってるところなんだ。危険？そんなこともできるんですか？ルール上は問題なかったはずだよ。試合の範囲から離れれば危険とみなすってアルハイゼンも言ってたし。始まる前に大丈夫かと聞いただろう。その時に危険していればこんな目に遭うこともなかっただろうに。とりあえずはやってみないと。やってみてできないって分かった時に初めて諦めたって遅くはないだろ。戻ったら絶対に日焼け止めオイルを何種類か作るよ。次に砂漠に来ることがあればやっぱりちゃんと事前準備しておかないと。そういえばレイラ選手だったよね。君もあまり体調が良くなさそうだけど大丈夫？砂漠に入ったばかりの時はちょっとめまいがしてたんですが、ここでちょっと休んでだいぶ良くなりました。無理するなよ。心配しないで。私はただプレッシャーを感じるのか。え、瀬野先輩にはわかるんですか。
罪人が尋問されている途中、お前と似たような表情を見せることがある。正直今でも一体全体自分のどこにメーロン派の代表になる資格があるのかわからないんです。みんなが私に票を入れたのはほとんど噂が理由だと思います。でも私からしたら噂なんてすごくふわっとしたものだし、むしろその期待に戸惑ってしまうんです。今回は普段からよく私を批判してる人までが私に票を入れてくれました。だから私も何とかして報いないとって思って。その期待が君にプレッシャーをかけたの？はい。ティナリ先輩も投票で選ばれたって聞きました。先輩はどうやってそのプレッシャーに対抗してるんですか？正直プレッシャーは特にないかな。まず君にかけられた期待は必ずしも善意だとは限らない。本当に君のことを思ってる人は君に無理なんてしてほしくないと思うよ。それから僕たちは学者だ。学者の本分は知識と関わることであって他人の期待に応えることじゃない。僕が試合に来たのも来月ガンダルバー村で開催される生態学普及講座の宣伝のためなんだ。もちろん試合では自分の全力を尽くすつもりだけど、目的以外のプレッシャーをあえて感じるつもりはないかな。君は何か明確な目標を一つ見つけた方がいいと思うよ。それで少しは良くなるんじゃない？なるほど、よくわかりました。ありがとうございます、ティナリ先輩。いっぱい喋って喉がまたカラカラになっちゃった。俺の水筒にまだ少し残っている。いいって、もうアール村までそう遠くないし自分で歩いていける。君は限定カードが欲しいんだろ。早く戻って試合を続けて。安心しろ、俺はお前の意志を背負って戦い続けてやる。僕が死んだみたいに言わないでくれる？旅人、パイモン、それとレイラ、先に行くよ。試合が終わったらまた会おう。いいよ、ビシュピラピラ。俺も引き続き地脈干渉器を探しに行ってくる。Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sein oder das gehört. Leila, das ist ja sein Bereich, in Anführungszeichen. Tinari-senpai と話して、だいぶ良くなった。故郷から教練院へ来て、結構経つ。ここでの毎日は本当に大切で、もちろん、ちょっと大変でもあるけど、複雑で多彩な聖書を設け、数えきれないほどの小テスト、知恵を振り絞ってやっとの思いで終わらせる論文、巨大な石が一つまた一つと転がってきて、ずっと前に前に走るようにってせかしてくるみたいで、学院代表に選ばれた時後ろにある巨大な石がもう一つ増えた気がしたの。毎回目を閉じると思っちゃうんだ。もし今回やらかしちゃったら絶対たくさんの人を失望させちゃうんだろうなって。 Ach, da muss man sich gar nicht so den großen Druck machen. Wir werden nicht enttäuscht sein. Vor allem sind das Aufgaben, die auch jetzt nicht jeder einfach mal bewältigen kann. Einfach so durch die Wüste mit limitiertem Wasser stolzieren, um irgendwelche komischen Gerätschaften zu finden und die abzuschalten. 多分ティナリ先輩も私にそう言いたかったんだと思う。あなたたちは危険するティナリ先輩を止めたりしないし、私に失望したりもしない。だって友達だから。そうだぞ、だからレイラも憂鬱になるなよ。うん、ティナリ先輩はより明確な参加目標を持てって言ってくれた。今の私にはまだないけど、しっかり考えておくよ。もうこれ以上2人の時間を取らないでおくね。他の参加者のことも記録しないとでしょ。
私たちがこうして話している間にもどこかで進展があったかもしれないし。じゃあオイラたちは他の参加者のところへ行ってくるぜ。でも誰を探しに行こうかな。ティナリはもう棄権しちゃったし、セノはさっき会ったばっかだろ。ファルザン先輩のところに行ってみたら。ファルザン先輩は砂漠に結構詳しいって聞いたし、進捗も早そう。よし、じゃあまずはファルザンを探しに行くぜ。Na dann lass mal gucken, wo Faruzan gerade ist. Da oben. Faruzan! Narika, Shinjoku wa atta ka? Chodo ii tokoro ni kite kureta. Koko wo shita e hori susume you to omotte otta tokoro ja. を見つけたのか。この程度の問題でわしがつまずくはずなかろう。砂漠に入ってすぐあるプライマル構造体の行動軌跡がおかしいと気づいたんじゃ。それで後をつけてきた。じゃがこの辺りに着いたらいきなり消えおった。すなわちここに絶対問題があるということじゃろ。さすがファルザンだな。こんなに早く方法を思いつくなんて。ま、わしは皆よりも経験豊富じゃからな。それはさておき、誰か試合の目標を達成した者はおるのか。まだいないぞ。ではわしが一番乗りじゃな。ティナリのやつはどうしておった。 Der hat schon aufgegeben。 はあ、なぜじゃ。あいつ砂漠で動くのが苦手なんだ。ふん、あやつにそんな弱点があったとはな。もっと鍛えてやらんと。他のものはどうなんじゃ。ルタワヒストのガキンチョはまだ悩んでおるのか。ティナリがあいつに話をしたんだ。それでレイラは納得して今はだいぶ良くなったみたいだぞ。セノはさっき出発して干渉機を探し始めたところだ。カサッチはあいつが何を考えているのかオイラたちもわからないぞ。カーベはまだ地脈干渉器を見つけておらぬのか。まだだと思うぞ。見つけたらオイラたちのアラートデバイスが鳴るはずだからな。ハム、何をあやつはもたもたしておるんじゃ。あやつの実力を思えばこれほど経っても何の知らせもないのは変じゃな。わしの方はもうさほど懸念はない。あやつのところへ行ってくるといい。